これ、食べれるこのペペジュレっつって粉なんですけど、うん、もう食べる用として売り始めたんですよ、ペペが。そもそもペペって食べていいもの、体に害はないものなんですけど、うん、もうあれはもうローションでも食べれますよ、ね、でもこれは食べようぜのペペなんですよ。ほんと？そうそう、あの食う、塗る、遊ぶってあのスティックタイプみたいなのあるんですけど、自分好みの味、香り、とろみ、タペペ作っちゃいましたっていうことで、ちょとろみはね、これでつけたらどうかなって思う。あ、でもほんとそうだね。そうそうそう、あ、そうですか。そうそうそう、食用の、あ、ちょっと見分けの顔を見てもらっていいですか？あれ死んでます、ね、死んでる、熱ですか？仕事ですよ、これ。食べて、あ、でも、それは待ってない。あ、でも、しょっぱかったよって言った人もいるしね。しょっぱい、あ、しょっぱいでしょ、でも。あ、苦いって言ってたんだけど。苦いですよね。いや、宮脇さん知らないですから。見たことないですもんね、宮脇さんは。ヤクさん知らないんですよ、そんな。でもね、あの、やっぱ実践で自分の舐めるしかないから。そうだ、一回、そうなんですよ、一回舐めなきゃいけないって言われてるんですけど、うんうん、ちょっともう中学校の一回だけ一瞬舐めたことはあったんですけど、うん、あんまり味覚えて、うわっと思っただけであんまり覚えてないんですよね。それをちょっとね、あら、宮脇ペペ、なんですかその名前。宮脇ペペ、ペペ。でも、苦いって言って、あ、でも AV で食座とかあるし、一攫千金来るかって書いてある。それだから本当頑張って作って、ここでね、あの実食というか、ああ、そうですね、試飲しましたよ、試飲。宮脇さん、これ宮脇さんが、あ、これ合ってますから、もう、あ、あれ知ってたのってなっちゃうけども、まあ、それは水木さんにじゃあちょっと試食してもらって、ぜひ頑張ってください、これ、応援してますんで。そうですね、あれどこまで行きましたっけ。もうペペ。あ、ペペの、はい、ペペのニュースでいいですね。ペペで終わり。どうですか？うん、はい。ありがとうございます。それはありがとうございます。いい情報を聞いた。はい、じゃあ、ペペさん、あの、またスッキリです。ペペじゃない。女性が、その、ナプキン。うん、いいですね。おお、どうしちゃったの、宮脇さん。レベルが数ランク上の女になります。何ですか、何ですか。あの、生理につける女性のナプキンが、はいはい、あの、男性がつけてるというニュースをちょっと目にしたんですよ。で、どういうことと思って思いますね。ちょっと開いてみたら、なんか、そのもう痔になっちゃって、うん、その座るのも痛いって方が、あの、病院で、あの、いつも通ってる病院で聞いたら、うん、その女性がつけてるその夜用のナプキンをつけるといいよみたいな言われたらしくて、もう実際つけてみるとすごくクッションになって、なるほどね、はいはいはい、っていうこれ多分本当にこの番組のために押したくないボタン押したんでしょ、ね、みんな。もうなんか持っていかなきゃ。絶対興味が調べたんですもんね、これはね。はい、それは、はい、なんか一人、はい、その記事見たっていう人がこれは、さあその記事見たわそうで、他にも、はい、あの、水虫で、はい、うん、あの、毎日同じ、あの、中敷きをつけてると不衛生だってことで、うん、あ、まあね、友達に聞いてみたら、うんうん、その女性がつけてるナプキンを引いたらいいみたいな、勧められたらしくて、でも毎回変えられるし、消臭効果もあるしみたいな感じで、でもそれさ、なんか分かんない、一緒にデートしてた男の人がさ、座敷で靴開けた時に靴の中にナプキン入ってたら嫌でしょあ、でもちょっと今水虫直してるからごめんねって言って、もうなんかちょっと嫌でしょ。嫌ですね、ちょっと落としといてほしい。きっと、あの、困ってる方いると思うんで、なんか、あの、おすすめのナプキンだけ言ってたら、ユーザーさんは、あの、それ僕はロリエかなって書いてあるし、うん、普段の使いの場所おすすめ。羽ついてるやつってどういうやつなのそれ、よく夜用と昼用ってあるじゃないですか、はい、形が違うもんなんですか。昼、私が説明、あの、昼まあ、これは、あの、ちゃんとした商品の説明は別に、はい、なんか、昼用は
17センチとか。あ、センチで決まってる。そうなんですけど、夜用は29センチぐらい。あ、結構でかいんだ。あります。あ、そう。あ、じゃあパンツなんか家には確かに、じゃあ男の人が座るなら夜用の方がいいと。みたいですね、あの看護師さんが言うには。じゃあ靴は無理だよね。靴は昼用じゃないと、夜用だとはみ出ちゃってるもんね、ずっと。靴のかかとからずっとマッキーが飛び出したままになっちゃうから。